メインイベント2キーレモンプレゼンツグラチャン MMA フェザー級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。青コーナーフリー挑戦者ハイポールー赤コーナーハニートラップ所属王者
よかったっす、KO で勝てて久々だったんで。あ、すいません、本当に今日おめでとうございました。ちょっと、まあ、3回目の対戦だったんで、ちょっと先に仕掛けに行った方がいいかなと、体力もないんで、どうせまあでも結果、KO で勝ててよかったです。あ、今日はちょっとうまい酒が飲めそうなんで、みんなで酒飲みに行きましょう。お願いします。ここでもう一人、グラチャンライト級王座坂本陽平選手より一言お願いいたします。皆さんこんばんは、ライト級チャンピオン坂本陽平です。今日は王座選手慶応勝ちおめでとうございます。それで、次から僕フェザー級で試合することにしたんですけど、誰とやりたいかって言ったら、もう強制試合、召喚じゃ一切必要ないです。一試合目で僕とのタイトルマッチをお願いしていいですか。僕ライト級チャンピオンとして大沢選手を指名しました。十分その資格はあると思ってます。僕ライト級のベルトはもう返上するつもりなんで、大沢選手この挑戦受けてもらってもいいですか。ずっと言ってるの、返上してね、やりたいんだって。いや、どうしよう俺、オファー受けた試合全部断っていくことがないんで、やりましょう。だったら押す。大谷選手、ありがとうございます。よろしくお願いします。写真撮ってもう、俺はじゃあ、かけるわ。写真お願いします。両選手の熱い戦いにご期待ください。